長野です。今日はパルダリウムで使う LED ライトについてお話します。まず定番なんですけど、ことぶき工芸フラット LED300 というものがあります。これ3000円ぐらいで買えるんですけど、グリーン園芸をやっている人の定番になっています。どれぐらい育つかと言いますと、これは今ご覧いただいているケージの2ヶ月ちょっとぐらい前のものなんですけど、今これぐらいになっているので結構育ちますと。あとこれは初代のパルダリウムなんですけど、ホマロメナが綺麗に育っているのが確認いただけると思います。点灯時間はうちは12時間やっていまして、なぜかと言いますと赤道直下の日照時間が12時間だからですね。まずカリマンタン島も赤道直下ですし、ミイロヤドクガエルのいるエクアドルも赤道直下なんですね。点灯時間の制御には必ず電源タイマーを使うようにしましょう。これを使うと毎日決まった時間にオンオフしてくれます。ことぶき工芸フラット LED300 のスペックを見ていきたいと思います。だいたい見た方がいいのはですね、ルーメンというやつですね。これは簡単に言うと明るさです。385ルーメンになっています。で、実際どれぐらいの明るさか部屋を真っ暗にしてですね、見てみたいと思います。形はこんな感じで薄くて邪魔にならなくていいと思います。今これ部屋のライトがついてるんですけど、消すとこういう感じですね。結構明るいと思います。色味も自然かなと思います。もう一つ ADA のアクアスカイ G301 というのも紹介したいと思います。これ特徴はですね、左がアクアスカイ G の波長なんですけど、かなり緑なんですね。で、ルーメンは900から1200ルーメンというフラット LED の3倍近くあるものなんですけど、まずこれを使うとしてですね、このスタンドがついてくるんですけど、パルダリウムだとこれは必要ないので無駄になっちゃうんでコスト高になりますね。で、ライト自体はこれぐらい小さくて薄くて設置しても全然目立たないので、見るとわかるんですけど、かなり緑が強い。 iPhone が勝手に色味を調整するのでというのもあるんですが、もう一度比較してみたいと思います。これがフラット LED300、 アクアスカイ G301 はこんな感じですね。かなり緑です。で、写真を撮るときにですね、緑が綺麗に出るので便利なので一つ持っていていいかもしれません。まとめとしては、最初の1台何買ったらいいですかと言いますと、フラット LED でもいいです。とても安いですし十分育ちます。アクアスカイ G みたいなさらに高光量のものもあるんですが、実は今までパルダリウムでフラット LED 以外を使って育てたことがないので、いい機会なので今後はヤドクガエルのケージをアクアスカイ G にして育ててみるので、また変化をレポートします。もう一つおまけなんですけど、デュアのソルスタンド G というのを紹介したいと思います。こういう風にですね、パイプのスタンドとセットになってるんですけど、ライトの高さが調整できます。しかも簡単に設置ができるので移動しやすいので便利ですね。例えばこういうレイアウトを試したりしています。明るさはアクアスカイ G301 よりもちょっと明るいぐらいですね。色味はアクアスカイ G と同じ LED を多分使っていると思います。なので色味は同じ感じですね。今日はこれぐらいにしておきます。バイバイ。